地球よ旅立つ船は宇宙戦艦ヤマト。宇宙の彼方イスカンダルへ運命背負い今飛び立つ目標接近。三時の方向に敵。距離10万キロ。速度27宇宙ノット。超度級宇宙戦艦6、巡洋艦8。護衛艦多数高速接近中。確認。11時半の方向、距離2万5千キロ。総員戦闘配備。230度変身、往来激戦用意。敵艦より入電。地球艦隊に次ぐ、直ちに降伏せよ。変身はどうしますか。バカめと言ってやれ。は？バカめだ。こちら地球司令船225号、バカめ、どうぞ。目標右プラス4、修正誤差22。狙え。撃て。完備損傷。治安が達成。レーダー能力使っ。突撃艦爆発。やつらにはこの船では勝てない。正体不明の飛行物体発見。惑星間航行速度をはるかに超えている。あの分だと数分で火星の軌道まで行ってしまうぞ。正体不明の飛行物体は火星に自由落下中なるも所属は不明。墜落します。方位測定。極艦付近凍結した崖のそばです。誰か観測員はいるか。訓練中の学生が2人います。誰だ。古代進むと島大輔です。役に立ちそうか。特殊任務用に特別訓練中です。まだ完全ではありませんが何とかなるでしょう。よし、連絡しろ。
墜落した飛行物体の正体を確認せよ。今のだぜ、きっと冥王星の付近で戦闘中なんだ。どっちかの船が落ちたんじゃないのか。それにしちゃ冥王星から距離がありすぎるぜ。おい島、あれだ、宇宙船らしいぞ。ガミラスでも地球のものでもないぜ。降りるぞ、気をつけろ。通信カプセルか。艦一隻撃沈。繰り返す。こちらミサイル艦17号艦長古代守。沖田さんの船だ。ひどくやられてる。艦長、私は大丈夫だ。味方、レーザー艦爆発。我々の艦隊はあと何隻残っているか。はい、本艦のほかミサイル艦が一隻だけです。誰の船だ。護衛隊長古代の船であります。もうこれまでだな。撤退しよう。艦長、逃げるんですか。このままでは自滅するだけだ。撤退する。進路反転180度。古代、わしに続け。僕は嫌です。ここで撤退したら死んでいった者に顔向けできません。いいか古代、ここで今全滅してしまっては地球を守るために戦う者がいなくなってしまうんだ。明日のために今日の屈辱に耐えるんだ。それが男だ。沖田さん、男だったら戦って戦って戦い抜いて一つでも多くの敵をやっつけて死ぬべきじゃないんですか。古代、分かってくれ。進路変更、ようそろう。180度回転完了。艦長、古代の船がついてきません。沖田さん、僕はどうしても逃げる気になりません。見逃してください。お元気で地球のことをよろしくお願いします。死ぬなよ古代。
星観測所の学生、資料を持ち撤退してくる戦艦へドッキングして戻れ。了解、ドッキングして戻ります。冥王星付近の戦闘は3日前に終わった。戦艦が火星軌道へ帰投するのはあと3時間後だ。火星探索艇接近します。重要エアロック開け。兄さんの船は一体どうしたんだ。防げない。我々にはあの優勢爆弾を防ぐ力はない。あれが我々の母なる地球の姿だとはな。時に西暦2199年、地球は今最後の時を迎えようとしていた。21世紀の初め以来、宇宙侵略を着々と進めてきた謎の宇宙艦隊は、ついに太陽系へその魔の手を伸ばし、地球に対して有性爆弾による無差別攻撃を加え続けているのだ。地球人は地下都市を築き必死に生き延びたが、地球防衛軍の懸命の努力にもかかわらず、謎の宇宙艦隊は圧倒的に強力であり、地球人の絶滅か奴隷化を要求して情け容赦のない攻撃を繰り返してきた。次第に戦力を失っていく地球防衛軍にとって最後の頼みは地球防衛艦隊であったが、強大な謎の宇宙艦隊の攻撃の前に、今や地球防衛艦隊は壊滅しようとしているのだ。有性爆弾による放射能の汚染は、地球の表面はもとより地下をも着実に侵し始めていたのである。もはや地球に健康な土地はなくなった。人類はただその絶滅の時を待つだけだろうか。明日への希望はないのだろうか。見ておれ悪魔め、わしは命ある限り戦うぞ。決して絶望はしない。たとえ最後の一人になってもわしは絶望しない。放射能の汚染は地下1キロまで来てるな。この分だとあと1年で人類は全滅してしまうぞ。古代、どうした？うん？兄さんのことか？艦長、兄の船はどうしたんでしょうか。君は？古代守の弟です。古代君の？そうか、古代君は男だった。え？勇敢な男だった。しかし彼はもう帰ってこない。許してくれ。兄さんが？無駄死にはさせん。どうして兄さんを連れて帰ってくれなかったんですか、艦長。すまん、
宇宙へ出てきっと仇を討ぜ。艦長も怪我をしていた。きっと司令部の病院へ行ったんだ。僕の兄さんは死んだんだ。怪我じゃないんだ。死んだんだぞ。これが例の通信カプセルだな。いや、よくやった。もう一人前だな。二人ともゆっくり休め。はっ。ん？おや、ここは司令部の病院区域だ。今あそこ行った看護師さんは何ていう人ですか？何？森行きじゃろ。病院でも一番の大美女だ。お前たちも目が高いじゃないの。よっ、あどーん。この人目が、どーん。なんだいお前は。私は天才。何をやらせても役に立つ。今の親父は誰だい？佐渡酒造大先生。動物専門医者だが腕の方は今わかる。あかんかったよ。今日はこれで5つ目の仏様。なんじゃ。いえ、なんでも。もしもし、沖田だが。何、地球司令本部か。あの人どうしたの？元気がないわね。ビタミン剤でもあげましょうか。いや、そんなことじゃダメだ。たった一人の兄さんが冥王星のそばで死んだんだよ。そう。男の気持ちよくわかる。女にはわからない。ふん、どうせそうでしょ。何そう。このバカ、いいところで。そう言うな。お前たちにいいこと教えてやる。火星で手に入れた通信カプセル分析できた。私はイスカンダルのスターシア。私の妹サーシアが無事地球へたどり着き、このメッセージがあなた方の手に渡ったらイスカンダルへ来るのです。放射能によって地球の生物が滅びるのはあとわずかに1年。疑ってる時間はないはずです。しかし我々の手には放射能除去装置コスモクリーナー D があります。残念ながらもう私の力でこれを地球へ届けることはできません。銀河系を隔てること148,000光年。私はあなた方がイスカンダルへ来ることを信じています。私はイスカンダルのスターシア。沖田君、あれは何だろうか。どうやらエンジンの設計図のようですが。信じていいんだろうか、沖田君。今は信じるほかはないでしょう。しかし相手は148,000光年。そこまでどうやって。非常警戒指令。沈没戦艦ヤマトの遺跡の近辺に謎の偵察機接近。すまん、俺は行きたい。兄さんを殺した奴の仲間ならせめて姿だけでも見ておきたい。この悔しさを心の中に焼き付けておくんだ。おい待て。お前たちが出て行っても的になるだけだぞ。行くぞ。いいとも。
九州のあんなところを、うん、ヤマトといえば大昔の戦いで沈んだ大戦艦のスクラップだ。おかしいな。おい、もうそろそろ九州あたりだぞ。お、レーダーが何かキャッチした。やる。おい、運だ。ダメだ、エンジンがオーバーヒートだ。こっちで。おい島、大丈夫か。人のことよりお前の方心配しろよ。惜しいことをした。たとえ一機でもこの手で落としてやりたかった。帰ったら大目玉だぜ。しかしなぜこんなところへ敵の偵察機が来たんだろう。お、どうした。お、しまう、あれがヤマトか。本当にこれは鉄くずのスクラップだな。あんなものをどうして敵が偵察に来るんだ。一体どんな秘密があるって言うんだ。夕日を浴びて死んだように沈黙しているヤマト。しかしヤマトには人類の明日への希望が託されているのだ。果たしてヤマトが恐るべき力を発揮するのはいつか。ヤマトよ、200年の眠りから覚めてよみがえれ。あの子が着ていた真っ赤なスカーフ、誰の雨だと思っているか、誰のためでもいいじゃないか、みんなその気でればいい。旅立つ男の胸にはロマンのかけらが欲しいのさ。ララ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 
時に西暦2199年、宇宙制覇を着々と進めてきた謎の宇宙艦隊は、ついに地球へその魔の手を伸ばしてきた。地球人類は地下都市を築いて必死に防戦していたが、次第に戦力を失い、今や地球は有性爆弾の餌食になろうとしていた。そんな時、有性爆弾の放射能汚染から人類を救うべく、イスカンダル星から救いの手が差し伸べられた。しかし、イスカンダル星は銀河系から14万8000光年も彼方にある星だ。そこへ放射能除去装置コスモクリーナー D を取りに来いというのである。一体14万8000光年という気の遠くなるような長い旅に耐えられる宇宙船は地球にあるのだろうか。そうだ、ヤマトしかない。だがヤマトは260年の眠りから未だに覚めない。それでも放射能は刻々と地球を侵し続けている。人類絶滅まであと1年もかからないだろう。ニューヨーク更新不能、エネルギーが尽きた模様。パリ、正午より沈黙。ケニア、パニック状態に陥っています。モスクワ、さよならを打ち続けています。北京、リオデジャネイロ、出力低下、電波キャッチ不能。関東地区、放射能さらに 0.5 キロ降下。ヤマトの進行状況は予定より 3% 遅れていますが、作業は進行しています。司令、わしは行く。もう一刻も猶予はできん。多少の作業は飛びながらでもできる。しかし沖田君、君の体は。14万8000光年の旅はわしの命を奪うことになるかもしれない。しかしイスカンダルへの旅は命を懸けるだけの値打ちがあるとわしは思う。偵察機が不時着したんですってね。でも無事でよかったわ。今は一人でも若い人が必要な時だから。バカン、司令本部より訓練生古代進む島大輔、直ちに迎えのエアカーへ乗り込め。なんだろう、地球本部から直々のお呼び出した。あ、これだ。お前はダメだよ、そのズタじゃ乗れないよ。私、かさばらない。ダメだったら、お前は何も関係がないだろ。病院の職場放棄は厳罰だぞ。病院ごとき場所、私の能力発揮できない。知らないぞ、分解されちまっても。ほら、なんだ。あ、佐渡先生。よう、お前たちか。あれ、先生も呼び出しがあったんですか。そうじゃと。佐藤先生、一体何があるんでしょうね。さあ、わしは知らんよ。どこなんだ。大工場街だな。ここで働くことになるんだろうか。うん。あ、なんだあれは。なんだろうな、かなりでっかいもんだぞ。宇宙船の艦尾みたいだが。
少し斜めに傾いてるみたいだな。そうだ、確かに斜めだ。来たか。はあ、はあ、すごいな、宇宙環境だぞ。古代島、よく来てくれた。船が右へ傾いとるもんな、気をつけろよ。あれ、なんだお前は。はい、私この人たちの親友です。一緒にこの船に乗せてください。よかろう。ありがとうございます。特別訓練を受けた君たちに来てもらったのは他でもない。この船に乗り組み、それぞれ責任者として任務を果たしてもらう。たった今からわしの指揮下に入ったのだ。しっかり頼むぞ。でも艦長、この船はもう完成したんですか？残念ながらまだエンジンのチェックが済んでおらん。それが済めばとりあえず補助エンジンで航海できる。メインエンジンは君たちが火星から持ち帰った通信カプセルの設計図をもとに作ったのだ。だからこれは今までの地球のエンジンとは全く違うものを取り付けた。惑星イスカンダルの宇宙航海用波動エンジンだ。波動エンジン。それじゃあガミラスの宇宙船と互角に戦えるというわけですか？多分な。しかし古代、実戦は訓練とは違うぞ。甘く考えるなよ。は？しかも我々の任務はガミラスと戦うばかりではない。もっと遠大な計画があるのだ。それに、お、なんだあれは。地球司令部より緊急報告。艦載機多数今回へ接近。ガミラス宇宙空母は地球の衛星軌道上にいます。事務所もめ、またこの船を狙ってきているな。本艦の真上です。左岸に艦載機を発進させています。戦えないんですか？待つのだ、時が来るの。補助エンジンエネルギー充填 99%、 始動回路チェックせよ。回路作動しない、補助エンジンが動かないぞ。補助エンジンも動かぬ我々は瀕死の狸だ。このまんまじゃ何もしないうちに使い物にならなくなっちゃうじゃありませんか。艦長、よたえるな。ガミラス総統司令部より宇宙空母へ。艦載機だけに任せず自ら降下して調査せよ。危険なものは断固消してしまうのだ。
第一環境大スクリーン動力回路準備よし。よし、スイッチオン。ガミラス宇宙空母は月軌道を離脱、降下してきます。艦長、このままじゃこの船はめちゃくちゃになってしまいますよ。まだ動けないんですか？補助エンジンチェック完了。エネルギー充電 100%。 回路よし、指導シリンダー準備よろし。総員配置につけ。補助エンジン始動5秒前、砲雷撃戦用意。コンタクト、エンエネルギースイッチオン。停車復元、船体起こせ。船体起こせ。補助エンジン両舷全速リガジいっぱい。動き出した。はあ、お題、戦闘運を助けろ。今パイロットの席に行け。この船はまだ作業員しかいないのだ。はい、はい。20%、 動力伝達。直カノン包囲板作動開始。連動装置セットよし。ミサイル発射装置完了。艦首波動砲のみ動力不足。目標宇宙空母、主砲全自動射撃。距離12万、上下角45度、待機速度秒速6000キロ。各砲連動、行角9時から9時5分へ自動追尾。セット20、45、スイッチ艦長へ渡します。第三砲と 0.2 秒遅れてるぞ。しっかりしろ。訓練と同じだ。慌てるな。はあ、そうは言ってもこんなものを扱うのは生まれて初めてだから。メインショックに備えろ。しゃあ、九州大ヶ崎の地球基地は単なる地下都市ではなく、それは戦艦の工場でした。たたきの名声。相当残念ながら手遅れです。本艦はもう やった。とても立派でしたわ。ありがとう。しっかりね。君もだ。古代島。はい、はい。どうだ、これがヤマトだ。え？
宇宙戦艦ヤマトだ。これがこの明かされた鉄の塊が。そうだ、我々が待ち望んでいたヤマトだ。前線攻撃隊から入電。地球に大宇宙船が出現。我が機動部隊壊滅。かねて偵察中の鉄くずと思われていた船は大宇宙船となって蘇ったそうです。地球人はその船をこう呼んでいます。宇宙戦艦ヤマト。ヤマトだと。地球人め、宇宙艦隊を集結させろ。ヤマトの反攻作戦に備えるのだ。かつての戦艦ヤマトが悲劇。それはヤマトが戦艦として誕生した時に決定づけられたと言ってもよい。それが戦うために生まれてきた戦艦の宿命ともいえる悲劇だった。父ちゃん、発動機の音が。ああ、西暦1945年、第二次世界大戦は今や終わろうとしていた。ヤマトだ。ヤマト？そうだ。よく見ておけよ。あれが戦艦ヤマトだ。日本の男の船だ。忘れないようによく見ておけ。西暦1945年、押し寄せる300を超えるアメリカ艦隊に戦いを挑むべく、戦艦ヤマトは護衛艦10隻を従え、日本海軍最後の艦隊として出撃していったのである。もはや一機の援護機の姿もなく、片道分の燃料だけを積んでの出撃はまさに二度と帰らぬ覚悟をした決死の出撃であった。時に4月6日午前7時04分、戦艦ヤマトはアメリカ軍空母より発進した延べ1000機にも及ぶ艦載機の攻撃にさらされた。対空用電弾、敵編隊を発見。方位 B30 度、距離200、高度6000。確保、敵機見つけ。雲は低い、近距離に気をつけ。艦長、わしは残る。あ、それでは私も。赤、若い者は飛び込んで泳げ。午後3時、この地上最大の大戦艦は九州南東大ヶ崎の沖260度90マイルの海底へ巨大な黒煙を上げて突し去ったのである。それは戦争という目的で作られた戦艦の悲しい運命であったのかもしれない。戦艦ヤマトは3000の兵と共にやっと静かな眠りについたのであった。この宇宙戦艦ヤマトは戦うために改造されたのではない。本当は放射能で生物が全滅するのを避けるために
選ばれた人間や動物を乗せて地球を脱出するのが目的だった。古代、島、君たちは地球脱出のために特別訓練を受けてきた。ヤマトの目的は変わったが、君たちの受けてきた特別訓練の成果は生かせるはずだ。しっかり頼むぞ。分かっています。帰ってこなかった兄さんのためにもやり抜きます。見ていてください。14万8000光年は絶望的に遠い、未だ人類の経験したことのない宇宙飛行だ。しかし波動エンジンさえ完全に働けば必ず行ける。いや、わしが必ず行くぞ。行って帰ってくるのだ。宇宙戦艦ヤマトよ、人類の未来をかけて14万8000光年の旅へ出発する日は近い。しかも放射能の地下汚染は刻々と進んでいくのだ。人類絶滅まであと364日。ヤマトよ行け、地球と人類の未来をかけて。あの子が着ていた真っ赤なスカーフ、誰の雨だと思っているか、誰のためでもいいじゃないか、みんなその気でればいい。旅立つ男の胸にはロマンのかけらが欲しいのさ。ララ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 。1199年、銀河系の外、大マゼラン星雲より飛来した謎の宇宙艦隊ガミラス星人は、冥王星に前線基地を置き地球を攻撃してきた。すでに地球の表面は放射能に覆われ、人類は地下都市に追いやられてしまった。
しかも有性爆弾の放射能は地下をも侵し始めたのである。人類が生き延びるために残された時間はあと1年。一方、ガミラスと同じマゼラン星雲にある惑星イスカンダルの女王スターシアによって地球に救いのメッセージが届けられた。放射能除去装置コスモクリーナー D がイスカンダルに用意されているのだ。それさえあれば地球は救われる。その頃、有性爆弾によって干上がった九州の海底で密かに改造されていた最後の宇宙戦艦ヤマトはイスカンダルにある放射能除去装置を取りに14万8千光年の旅に出ようとしていた。それを知ったガミラスは赤錆びたかつての戦艦ヤマトを破壊せん者と大攻撃をかけてきた。ヤマトはついに立ち上がった。こんなバカな、信じられん。許す。何をうろたえているのだ。デスラ総統、ヤマト謎にうろたえるな。奴らがどう気張ったところで銀河系から外へ出られるわけがないのだ。総統、お願いがあります。超大型ミサイルの試射を兼ねてヤマトを攻撃させていただきたいのです。ミサイルの標的か。よかろう、やってみろ。ありがとうございます、デスラ総統。超大型ミサイル発射秒読み始め。目標ヤマト。29万6千光年の旅をしてイスカンダルへ向かう。しかし我々は宇宙戦艦ヤマトを完成したとはいえ全てが未知数だ。ガミラスは的確に我々の目標を攻撃してくる力を持っているが、我々地球人類は冥王星の基地以外はガミラスの攻撃基地を発見することすらできない。それは我々とガミラスとの間にはっきりとした力の差があるということだ。それでも我々は1年という限られた日数の中で生きて帰り地球を救わなければならない。しかしわしは諸君の安全の保証はできない。諸君に選択の機会を与える。抜けたい者は行進の間に抜けてくれ。わしはヤマトで待っている。いよ。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。完全に操縦できる自信はない。大輔兄ちゃん、ジロー、大輔兄ちゃん、これ頑張ってこいな。あ、心配するな。じゃあね。お前ら家族と別れて逃げんのか。なんてことを言うんだ。我々にはもうヤマトしか頼れるものがないんだぞ。激励してやったらどうなんだい。何言うんだ。ユキユキ、お母さん。ユキどうしても行かなくちゃいけないのかい。お母さんさようならなんて言わないで行ってまいります。お父さんもお元気で。ユキ
超大型ミサイル地球に接近。冥王星付近から発射された模様。くそ、大事な時に。コンピューター計算によると地球における確率 99.9%、 あと約55分後です。艦長、全員乗船しました。欠員なし。ああ次郎、親父、おふくろよ、待っててくれ、きっと帰ってくるからな。そんな安請け合いをしていいのか。甘い夢は今のうちに捨てておいた方がいいぜ。何？もちろん俺は全力を挙げて今度の計画に命を懸けるつもりさ。しかしヤマトが宇宙へ飛び出していったら、我々の運命はあの沖田艦長に握られてしまうんだ。古代、君は沖田艦長が信頼できないのか。確かにこれまではいろんな戦闘で功績を挙げてきた人だ。しかしその陰で死んでいった人もたくさんいるんだぞ。分かったよ古代。俺は家族の見送りを受けてちょっと息になりすぎた。君の兄さん戦死してしまったんだもんな。俺には沖田艦長の冷たさが気に入らないんだ。古代君の下で戦闘隊を指揮する加藤です。同じく砲術を補佐する南部です。島君の下で通信を担当する相原です。同じく操縦補佐の太田です。よろしく。エネルギー注入が済んだら出発する。発進準備にかかれ。艦長、エネルギー注入と言いますと？エンジンをスタートさせるために大変な力で弾みをつけなくてはならない。それに必要なものなんだ。今ヤマトを成功させるために全世界から寄付が集まってる。へえ。古代、島、出発前に艦内の配備を説明しておこう。ついてこい。はい、はい。艦内配置盤スイッチオン。古代、君の指揮下に入る武器関係のコンピューター室だ。昔のヤマトでは司会室、兵員室のあったところが、今は監視波動砲、ミサイルなどの発射台とその司令場になっている。これは何だか分かるかね。これが波動砲の発射口だ。波動砲はヤマトの決め手になる武器だ。波動エンジンと同じく光を超えるスピードを持つ多気温粒子を使ってエネルギーを発射するんだ。ミサイル落下地点が分かりました。野森、どこだ。ヤマトです。
査分析生活関係のチーフリーダーを務めます森ゆきです。よろしく。わしが名医のサドじゃ。面白いとこ案内してやる。待ちてきたまえ。冷凍睡眠室じゃってな、宇宙生活が長くなるといろいろゴタゴタが起きるもんや。そんな時頭を冷やしてもらうとこじゃな。まあ、佐渡先生ったらあのまま出発するつもりかしら。次にお見せするところはリゾートルームです。どうです、皆さん、ご一緒にどうぞ。ここも元の歯科室と変異室ですけど、今は皆さんの生活が地上と同じ状態でいられるようにと考えられたところですわ。ねえ、さっとこうしてこのピンク、あの、あれ？ここがヤマトの工場だ。あらゆるものの修理、開発をするところだ。私がチーフリーダー、真田です。ここのご自慢はこの万能工作機械です。例えばアストロバイクを作ろうとすると、へえ、これは便利な機械ですね。ここが格納庫だ。ここは元巡視官室、内科艇格納庫、飛行機の格納庫があったところだ。最後に見せるところは機関室だ。強力な波動エンジンがある。いらっしゃい。わしが機関部門のチーフリーダーを務める徳川です。いやはや、この波動エンジンちゅうのはどえらいもんじゃの。波動エンジン、どんなものなんですか？一口に言うのは難しいが、宇宙エネルギーを圧縮して光より速い多気温粒子に直し、そのエネルギーを動力として航行するには、このエンジンなら光よりも速く、時間よりも速く航行することができる。分かったかな？島、古代、これで一応艦内配備を紹介できた。第一環境へ戻るぞ。徳川さん、ちょっとお聞きしたいことがあるんです。徳川さんは沖田艦長とずっと行動を共にしてきた方でしたね。そうじゃ。本当のことを教えていただきたいんです。沖田艦長ってどんな人です？古代、どうしたんだ、変だぞお前。兄さんの一人も救えなかった人が地球の危機を救えると思いますか？君は古代守の弟さんだったな。古代君、肉親を失った者は君一人じゃないんだ。それを忘れちゃいかん。あの沖田艦長も実はたった一人のお子さんを君のお兄さんと同じ戦いで失っているんだよ。あの人は万に一つでも可能性を発見したらそれを信じて沈着冷静に行動する人だ。それが男というもんじゃよ。あ、古代君。兄さんの一人も救えなかった人が地球の危機を救えると思いますか？大型ミサイルキャッチ。方位右15度、速度27宇宙ノット。ああ、古代さん、たった今地球司令本部からの連絡で超大型ミサイルが本艦に接近中とのことです。大変だ、すぐに艦長を呼ばなきゃ。古代進む、入ります。超大型ミサイルが急速接近中です。すぐに第一環境へおいでください。よし、わかった。いや、古代。はい。まあいい。ん？補助エンジン準備完了。変異エンジン接近完了。エネルギー注入 100% 完了。よし、エンジン始動するぞ。待て。波動エンジンの始動は一発でしなければならない。万一失敗したら取り返しがつかなくなるんだぞ。艦長、グズグズしているとあの超大型ミサイルに吹っ飛ばされてしまいます。いいんですか？古代、エンジンがかからなければ全ての武器が使えんことがわからんのか。
徳川君、目いっぱい注入するんだ。はい。地球司令部より入電、ヤマトはまだかと言ってきてます。待てと伝えろ。超大型ミサイル地球到達まで600秒。あと10分しかないぞ。ヤマトはまだ始動しないのか。まだ連絡が入りません。エネルギー 120%。 島、補助エンジンスタート。はい、補助エンジンスタート。エンジン出力100、200、300、600、1200、2000、2500、2900、3000。波動エンジン回路接続。艦長、動きません。もう一度点検せよ。はい。補助エンジンスタート。艦長、申し訳ありません、連動スイッチがオフになっていました。しっかりしろよ。補助出力3000、メイン接続。動かないじゃないか。黙れ。やった、動いたぞ。波動エンジン始動。接続。地球へあと5分で到達します。強く発進準備。地方発射準備。ヤマト発進します。装置完了。誤差修正右一度、上下角3度。目標ヤマトの軸線に乗りました。発射。
万が一つの可能性を発見したらそれを信じて沈着冷静に行動する男だ。それが男というものじゃよ。五代、戦いはこれからだぞ。はい。宇宙戦艦ヤマトは立ち上がった。往復296,000光年という前人未踏の旅へ飛び立った。人類の未来をかけて宇宙戦艦ヤマトはイスカンダルを目指していく。しかし残された時間は限られているのだ。地球の運命はあと363日。あの子が着ていた真っ赤なスカーフ、誰のためだと思っているか、誰のためでもいいじゃないか、みんなその気でいればいい。Come on.